ハミさんこんにちは、カイカイです。フォースポークン楽しみにしている人間なんですけども、新しい映像公開されました。こちら確か日本時間の午前3時とかに公開されたやつだったんで、配信とか全然しなかったんですけども、せっかくですし映像を見ていこうかなと。つい最近フォースポークンで、新しいデモ版が公開されたばかりで、そちらプレイしたところではあるんですけども、そこで思ったこととかも加味しながらこの映像をね、見ていこうと思います。で、結構やり込み要素があったんですよ、あのデモ版。なので、やり込み要素をすべてやり終わった後に、デモ版の感想はこのチャンネルに投稿する予定です。フォースポークン楽しみにしている方はぜひお楽しみに。ってことで、やっていきましょうか。この動画にはストーリーのネタバレが含まれます。言ってくれるのありがたいけど、まずネタバレせんといて。そうそう、エラ・バリンスカさん本人がね、コラボじゃないけども、なんて言うんだろう、直接いろいろ教えてくれるみたい。So excited to share with you an exclusive look into Frey's adventure in Forspoken, an upcoming game from my friends at Square Enix. デモ版の感想として結構ネット上で見かけたのが、世界観のデザインが結構のっぺりしているっていう部分があったんですけども、映像とか見てる限りだとそんな感じは全然しないんですよね。まあデモ版すごく狭かったからね、あんまり面白みがないのは仕方ないと思うかな、世界観的には。あんた尾行してたわけ。急に日本語になるんでね、うん、でも道なら知ってる。プレイステーションジャパンのチャンネルに投稿されているので日本語で、うん、ありがてえ。で見返りは何？リンゴ一つとか。やっぱ尾行してたんだ。いいよ。 Unfortunately, not everyone is as friendly in Athia.そう、ここはね、デモ版プレイしてる中でちょっと気になった部分なんですけども、タンタたちはもともとは良かったけども、まあブレイクの影響なのか何なのか分かりませんけども、悪くなってしまったと。今めっちゃフレームドロップしたね。人の性質を変えられるんだ。手下の一人を代理で使わしたんだろう。ちょ、何してんの。で、一個気になる気づいたのはここね、人類最後の砦の町なんですけども、そこに普通に敵が入ってきているということで、そういった侵略イベントっていうのかな、もありそうです。やめろ。あ、ウェイ、結構ヘビーな内容をここで公開しちゃうんだね。そのキャラが実際に死んでしまう時の描写入れるのかっていうのはすごい重要だと思う。もちろん、そこまでね、なんか血みどろになってブッシャーみたいなことはね、してほしいって言ってるわけじゃなくて、直接手が下される描写を入れることによって、そのキャラのストーリー上での重要性をより強調することはできると思う。Frey finds herself driven to avenge her young friend's death.で、ちゃんとそのキャラクターとの絆をね、じっくりと深めた上でやんなきゃ。タンタサイラがおそらく最初の大ボスになるのかな。デモ版の方ではフレイの魔法っていうやつとサイラの魔法っていうやつの2種類が使えました。フレイの魔法がまあ土属性で、サイラの魔法が火属性の魔法なんですけども、多分サイラを倒した後、もしくはなんか例えばサイラの手下を何体かやっつけた後とかにサイラの魔法は使えるようになるんだと思うので、デモ版はこのステージを攻略した後に来ている可能性が結構あると思います。フレイ、悪魔の申し子か。まさかここまでたどり着くとは。褒めてやろう。今度は本物、それともまた人形に隠れてんの。我こそ唯一の存在、お前の求めるタンタサイラだ。ちょっとスキッパですね。子供殺しの張本人に会えたってわけね。あ、で、技術的な側面もちょっと見たいんだけども、ここでフレイ歩いてますよね。子供殺しの張本、結構このフレイの後ろから影が伸びてるのが見えるかな、ビヨーンって。これは
おそらくライティング処理であるとか、アップスケーリング、再構築、それに伴うものだと思います。確か FSR 使ってたんだよね、フォースポークンは。FSR でそういったこと結構発生します。TAA 的な、この複数フレームを合体させる要素が存在するので。まあ、気づきですね。別にそれといって悪い点ではないと思います。メリットの方が大きいので。戦いに犠牲はつきものだ。だったら、戦わなければいい。そう思わない。愚かだな。実に。短絡的だ。戦いを避けては通れぬ。いや、避ける道もあったはず。なのにお前たちは誰彼構わず手をかけた。お前はまだ幼い少女を殺したんだ。その罪を償ってもらう。黙れ。我が領土を侵害した。表情筋がちょっと硬いね。ちょっとだけ。そこまで硬くないけどちょっと硬いね。のは貴様だ。タンタサイラ結構表情筋動くんだ。なんでフレイ動かないんだろう、あんまり。この戦いを始めたのだ。お前は法を犯しても自分は被害者だと思っている。自分の行動に責任を持つがいい。我がそうするようにな。なら今そうしてもらう。どうなってんのそれがお前の答えだな。ならば応じよう。OK、戦闘が始まった。で、ストーリーとかに関しては今のところ普通に楽しみ。ストーリー自体は楽しみだし、まあ表情筋硬いみたいなこと言いましたけども、別に没入感が破壊されるレベルではないので、その辺も全然問題ないとは思います。デモ版を遊んで一番思ったのは戦闘が少しやりづらいっていうところだったんですけども、キーのリマッピングがあればもう少し改善するとは思うし、まあ、例えば自分がちょっとテクニックをね、身につけてないっていう可能性もあると思いますので、こういった映像からね、何か面白いテクニック拾えたらなとは思うんだけど。あ、そっか、こっちは近接じゃなくて遠距離攻撃で戦ってるんだね、フレイ。ぶん殴られてんじゃん。これ連射でしょ。でパルクールで飛び越えてからやられる。うん。おお、地雷設置。オッケーオッケー。犬でフィニッシャー入れる。フィニッシャーでもあんま減らないっていうね。でこれは難易度設定、多分ノーマルで遊んでるんじゃないかな。敵の HP の減りから見るに。もしくはハード。忌まわしい悪魔め、よくも我が鎧に傷を。必ずや後悔させてやる。行け我が精鋭たちよ、捕らえろ。戦闘中に雑魚敵を召喚するボスは大体クソボスですね。侮辱したな。焼き尽くしてくれる。結構ネタバレだねこれ多分。長いちょっと待って。ああ。あのあと何が起こるのは見せてくれない。まあそれがいいよ、ネタバレ的に。で、ブレイクビーストについてちょっと翻訳、一握りのっていう言い方をしていたので、おそらくそんな何十体何百体もいるようなあれではないと思う。まあ十体前後ぐらいだろうとは思う。一握りなので、もしくは大量にいるけど種類が一握りかもしれない。Putting Frey's magic parkour and combat skills to the test.
おお、魔法の数多いね。やっぱり魔法がこうやって増えてくるとリキャストタイムとかもそんな気にならなくなるんだと思うけど、デモ版だとね、魔法が3種類ぐらいしかなくてリキャストタイム待つのしんどかったりしたんですよね。結構魔法ごとにリキャストが別々に設定されてるので、こう1個打ってチェンジして別のやつ打って、でリキャスト中にまた別の魔法を打ってみたいなね、そういったことも全然可能ですので。デコイですね今のは。おお、ジャンプ。どうなんだろうね、テクニックの問題か、それとも単純にあれ緑色の魔法がそういうものなのか。One of the taunters uses this desperation to their sinister advantage. In an attempt to trap Frey, Taunter Olas harnesses her mastery of magic to create an illusory version of New York City. To Frey, it sure looks like her beloved hometown, but some things aren't quite as they seem.なんかおかしいよ。あんた、あたしを捨てた。これは全部嘘だね。魔法が不完全だったっていう。そしてこんな偽りの世界が作れるのはただ一人。ねえ、そうでしょ、オーラス。おお、教えて、早くこの幻影から抜け出そう。残念だが、そう簡単にはいかない。ここはオーラスの世界だ。ステージの幅広さ結構あるみたい。いいね、いいね。魔法パルクールを使いながら、こう、ほら、スパイダーマンと同じような世界を走り回る。でも、スパイダーマンのパルクールとは違う。道が開けるかもしれない。We hope you enjoyed our quick jaunt across the magical world of Forspoken. Playing Frey Holland was honestly the role of a lifetime, as I got to explore and discover so many wonderful and exciting things in Athia. And I'm absolutely thrilled that today you can do just that by downloading the Forspoken demo right now. Thank you so much for watching. I'll see you in Athia. で、じゃあ自分が思うことなんですけども、こんな感じにしとこう。すごく楽しみではある。ストーリー、世界観で、デモ版の感想として、先ほど言った通りネット上でこう世界がのっぺりというか、あんまり面白そうなロケーションがなかったっていうのを意見として見かけたんですけど、まあデモ版すごく狭いんで、それはしょうがない部分があると思う。実際こういったトレーラー映像ではものすごく面白いエリア、ロケーションもたくさんあるので、そこについては実際探索としては問題ないと思いますので、世界観、ストーリー、そういったものには期待している。で、一番重要なのが戦闘要素なんですけども、やっぱりこういったゲームは、パルクール、そして戦闘、この二つが完成してさえいれば、まあ、なんとかなる、神ゲーになれると思います。パルクールについては、デモ版で遊んだ感想だと、少し幅が、できることの幅狭かったんだけども、そっちについても相変わらずね、全部解放されていなかったので、パルクールの動きが、仕方ない部分あると思います。ただ、戦闘においては、結構チューニング不足だなと感じる部分があった。で、改善案っていうのはいくつかすでに考えているんですけども、その改善案っていうのは全部導入するのは簡単な方法、簡単なものだと思います。なので、そういった簡単なチューニングさえ施すことができれば、全然ね、神ゲーになるポテンシャルを秘めていると思うんですけども、そういった細かい要素のチューニングに失敗してしまうと、戦闘が楽しめなくなる可能性があると思いますっていうのが、このトレーラーとかを見た総評ですね。で、その改善案の具体例っていうか具体的な部分についてはまた後ほど別の動画で話そうと思いますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。デモ版を 100% クリアした後に投稿する予定です。お楽しみに。では、
ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価もよろしくお願いします。バイバイ。